Yo, welcome back, my beautiful army. We are back with another reaction to episode 22 of Baki. Five more episodes left of this beautiful anime. Last episode, Baki really just... Well, he didn't lift that nigga up, but obviously he got hands on boy. He, you know what I'm saying? He got hands on Yujiro Hama himself. You know what I'm saying? And I'm trying to see if shit gonna pop off. But y'all boys know what to do, because this shit about to really pop off. Please like, please sub, please comment, and let's just hop straight back into it. どうすりゃいいのかい？それとも、こうか。もう。地震だ！でかいぞ！不思議な光景でした。揺れていないのです。あの二人だけが。That's crazy. No, that's crazy. 出来が悪いとはいえ、俺の体に手をかける意味、わからぬわけじゃあるまい。手をかける？あんなもん、どうってことね。鼻から通用するなんて思っちゃいないよ。天下のオーガに立ちしめでなんてただの戯れに決まってる。貴様は俺との立ち合いを親子喧嘩と表現しているそうだな。ダメかな。いや。おお、シー、What the fuck? Why would he stand up like that? He was ready to do that shit!Oh, he slapped his ass. Bakio. 4年間待ち焦がれた父との決着。少年は戦っていた。何と後ずさりたい、駆け出したい、逃げ出したい。父の恫喝にやってしまった。That's crazy. 踏み込む父にやってしまった。緊急避難。そして人ならぬものの衝撃。飛びながら、飛び出しながら、守りながら、いやおうなく刻まれる実感。ものが違う。That's crazy. 貴様は悪くない。悪くはないが、父親のではない。これは仕置きなの。反省が足りぬようだな。Oh, so he's actually like beating him. Like, this is actually a beating. Nah, this is crazy. Nah, bro, this looks like some black people shit. I'm not gonna lie. This looks normal. Then. Minanoshu, Otanoshimi no Toro Saga Sesta. Goran no Tori, Kono Deki no Warui Segarini. Shiokyu. Shitsuke o Hodokoshi Teiru Saichu de na.親と子、父と息子、繰り返される対立の構図、こえんとする息子、こえさせてはならじと父親、喜ばしきかな。Yo, how? Yo, Baki, that is being disciplined. This is not like a fight, bro.バギ、着地の準備だ。What? はたして。
高層ビルからの目標物への着地は可能なのか。陸上自衛隊第一空挺団空挺教育隊所属総長神村昭義53歳、降下回数345回はこう語る。距離、高さが必要です。例えば3000メートルの高さから正確な姿勢を取ったとしたら、60秒間で約1000メートルの移動が可能です。だとするなら150メートル以上の高さならば、眼下の駐車場、目標の1台への着地はあるいは可能では。ビルからの落下事故の際、過去数例のみ車両の上に落下したことにより絶命を免れた実例がある。とは程度でくたばるたまに。Nigga, you jump from a 600 story b- 起こしてよ。動けないんだ。起こしてよ。決裂を意味する左手の握手。とはいえ父の行為を逆手に取ったあからさまな奇襲。不正ゆえ息子の胸に去来する開墾。He should have never done that. 気遅れ。 Yo, but yo, I'm telling you, Bach is very bold, nigga. 手にしたものと失ったものどころではなかった。Nigga, and you, and he's 息子の胸に勝手に出現したイメージはこれ。大地の営む悠久を風雨にさらされ続けた巨岩。角の取れた表面は光沢を帯び、ミラー加工。 Why are y'all trying to stop the fight? He is going to kill y'all. Just move. Just move.Oh yeah, move. He's in killer mode. Just move. Yeah. Very good decision. Yo, everybody clear out. What are y'all looking for? Kozo kono bunzai de kyūshō o hazushita hirate uchi.この裕次郎に手心を加えたそのツケ。高くつく。あるのか、この俺に対し手加減する資格。痛えだろバカ。Yeah, very long. It's gonna be a long night, nigga. Word. Well, no. 必要なんてない。これは決闘じゃない。俺たち二人が向き合う以上、どこまで行っても親子喧嘩。What? だから急所は狙わない。バックスピン。親子喧嘩とはダメージを狙わない。え、聞き分けのないガキだ。けれど急所を狙わないとはいえ、 What the fuck? He just made him go sleep. ダメージを狙わないとはいえ、相手はハンマユージロ。ただちにです。頭はたとえボンクラでも体の反省は早い。かつては女子供のわざと貶めたものだら。やる気だ。どんなだ、ハンマユージのベンダ。どんなだ。バキがここに受けた衝撃、過去に前例なし。
父への反撃に費やされるはずの数春の全てを覚悟へ費やすしかなかった。そしてやだやだ捨てたものではない。ヤハムー、本日二度目の気をつけだな。鍛え練り上げたはずの肉体、痛みへの耐性は完全に裏切られた。まるで鋼の鞭、標的は人体で最大の器官。痛がりやがれ。あの痛みは耐え難い。全てを忘れ去る防我の恐怖。What the fuck? What 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 the fuck? ことは単純明確。右手を叩いた痛みが左手を叩くことで軽減するように、ベンダによる痛みを分散。目力もいっぱいに。He's dispersing the pain. 歯を食いしばり、拳全力で握り、同じ力で開き、腕全力で伸ばし、同じ力で縮め、足全力で踏みしめ、全力で引き上げ、腹たわめ、腰反り、胸絞り。 So that actually would have hurt him.痛くないのか、あの痛みが。半人前の分際で急所を狙わぬ愚、いかに出来の悪い頭にも多少なりとも理解できたことだろう。狙ってこい。For real, for real now, or 親の仇のつもりで来い。Yo, this is getting crazy, y'all. This is getting crazy. 言われなくてもそうするさ。実際仇だし。少年の取る今宵初めてのファイティングポーズ。開始から拳へ、その変化の意味。親父の手はまだ開いたまま、俺は構えてしまった。そうじゃない、俺が自らの意志で構えを選んだんじゃない。構えに俺が追い込まれたんだ。それでいい。未熟者らしく己の全存在をかけてこい。バキー存分にやる。Yes, sir! ちっちゃん。安心しなさい、周辺住民、ホテルの宿泊客、すべて軍隊の手に。ぶつけてみる。おう、しよー。Nah, Yujiro really hit my like. Yujiro really showing his levels to this shit. Like, this actual levels to this shit, y'all. This levels to this shit. なっちゃいない。すげー。左ストレート、伸びきった、一本の棒と化した、まさにその一瞬を。合わされた。バレてる。さすが。バギー、今のが最後だ。嘘がバレてる。貴様が手を抜き、その侮辱に対して俺もまた手心を加える。そこの底にある本当の俺を見せないと。次はない。そりゃそうだ。目の前にいるのは。おびただしい戦果に彩られた強さの結晶。一別で俺の技量など
隅の隅まで見渡せるはずだった。こって。なあバギー、もういい加減によ。父さんに実力見せてくれよ。What？ やろうぜ本気で。もう。The real duel, okay? I've been waiting for the real duel the whole time. This is what Lily we've been waiting for, okay? We've been waiting for the real duel. Look. Baki has some work to do, because obviously, as you can see, even though they wasn't even going non-lethal, okay? They was going non-lethal. Ro was still not able to put in no damage whatsoever. And Yujiro is really showing that there is still... So, even if Baki does win, let's look into the future for a minute. Even if Baki does win, there is still levels that Baki doesn't know. Because, yo, when Yujiro did that veiny, looking all, I was like, what? Nigga was dispersing the pain throughout his body. So, one, that would have hurt him. Okay, let's get that straight. That would have hurt him. And two, it really is just showing, like, nigga, there's levels to this shit. Man. Like, yeah. Not only does Yujiro know the move, he knows the counter. Baki only knows the move, not the counter, bruh. But Baki does also have some things up his sleeve, too. I'm not going to act like he don't. Baki also has some things up his sleeve, too. So we're going to see, though, what they cooking in the next episode, episode 23, man. As always, if y'all new to the channel, please like, please sub, please comment. We on the road to 1,600 subs. Thank y'all for the 1,500 subs. And I love each and every single one of y'all. Have a blessed day. Keep watching anime, my beautiful army. Peace.